こんにちは、速稼塾の久保です。携帯意見の話でですね、こういう意見が何件かありました。今から参入したんじゃ遅いんじゃないですかと、遅いんじゃないですかね。そう思う人はやらなくていいと思うんですよ。遅いけどぶち抜いてやるぜっていう気持ちの人はいると思うんですよね。だからこれがチャンスと見るのか、チャンスの慣れの果てと見るのかっていうのは情報を受け取った人が決めることだと思うんで、私はこれ今しかないチャンスだよっていうつもりもありませんし、言うとしたらね、今しかないチャンスがいつでもあるというふうに言おうかと思います。でもチャンスがいくらでもあるんだったら、そのうちのどれをあなたが掴むんですかってことですよね。で、私はね、とりあえずやる以上は成功させる、ただこれだけのためにやります。で、失敗してもいいわけなんですよ。見込み違いであってもね、全てのことが成功するなんてうぬぼれちゃいないですから。ただやっぱりね、一生懸命やればそこから何か自分の学びにあるものは残ると思うんですよね。で、あとはやっぱりこう紹介出せない人はきついなっていう人がいますけど、ビジネスなんで紹介出すのは当たり前だと私は思うんですけどもね。ビジネスなのに商品も紹介しない、人も紹介しない、会社も紹介しない、どうやって売り上げ上げるんですかって話なんですよ。だからビジネスである以上売り上げを上げるのが当たり前だと思いますんで、紹介するのが嫌って人はやっぱやらない方がいいですよね。それはもう単なる携帯の利用者になった方がいいと思います。で、もともとですね、自分が何もせずにでも利益だけ欲しいっていう考えを持っちゃうと、結局ね、そういう考えだと詐欺に巻き込まれちゃうんですよ。自分の頑張り次第で結果が出るということだとは思うんですけどもね、私はね、その甘い汁を吸いたいなんて思ってないんですよ。で、関わる以上私が一番やるといつも思ってます。10人のチームで何かことをやるとき、私が10人分やると、そういうふうな気持ちでやってますね。そういう気持ちの人が10人のチームでやったら、やっぱり100人力になると思うんですよ。で、誰かが手を抜いて、誰かが割り切って諦めて、誰かが必要最小限の行動でなんて思うと、それはやっぱりね、チームにならないですよね。だからその人に頼る気持ちは全くないです。で、全ては自分で解決するものだと思います。特にもうこんな年ですからね、誰かを当てにしてとか、影響力のある人がいればとか、タイミングがどうとかって、そんなね、三文芝を打つつもりはなくって、私は自分が知った時が最新の情報だと思いますし、その情報やビジネスを活かせるかどうかっていうのは結局自分のこの両手でしかないと思うんですよ。他人の手を借りようなんて思わないですよね。で、貸してくださる方のことは本当にありがたく思いますけども、極端な話言って人の手助けなんて必要ないんですよ。ビジネスっていうのは自分だけやればいいわけですよね。で、そんなにね、みんながうまくいくわけないよっていう意見もその通りなんですよ。だからみんながうまくいかないですよ。だから自分だけうまくいかしてくださいよ。あなただけがうまくいってください、で、自分がうまくいったら他の人のお手伝いも気が向いたらすればいいと思うんですよ。で、そんな他の人をね、手伝うつもりもなくて、自分のことは誰かに手伝ってもらおうっていう考え自体がもう最初からビジネスにはなってないと思うんですよね。私はそれはね、全然ぶれないですね。変わんないですね。で、もともと私は一人で稼ぐ一人企業っていうのを目指していますし、そしてそれを皆さんにお伝えしてきてるんですよね。だからなんかね、どっかのなんかうまい話に乗っかってふわふわっと行こうぜみたいなことではないんですよ。FX も自分の力で勝てるようになるしかないと、誰かに教わる期間があっても、それはあくまでもその人がいる間しか教われないんですよね。その人が教える気がなくなったりとかね、どっか行っちゃえばやっぱり自分で学んでいくしかないと思います。投資もそうですよ。やっぱり自分で案件を調べて、自分でそれを自分で精査して、そして自分の決断で自分の金額入れていくわけなんですよ。そこに他人は一切介在しないと思ってますね。今回もそういうのが来たんじゃないかなと思います。ですので、もう今からじゃ遅いと思う人は、これは今のタイミングだってね、思えるものをまた探せばいいと思うんですよ。なんかそういうところじゃないかなと思います。いろいろとアドバイスくださってね、本当に親身になってくださってる証拠だと思います。少なくともね、私を妬んで邪魔しに来る方はあんまりいないと思うんで、いてもしょうがないんですけどね。ただ私はやっぱりそういうふうにして、どんなことでも誰よりもやるっていう意識は今まで通りかなと思います。で、その結果長と出るか半と出るかっていうのは、それはもうあとはね、天命を尽くしたら、人事を尽くしたら天命を待つだけですよ。それは最後には運の要素もありますんでね、最初から運の要素は気にしないです。精一杯やっていきますよ。そういう姿を見て笑ってください。では失礼します。